どうもこんにちは、ドーラ工房です。ちょっとですね、また動画のアップのペースが落ちてるんですけど、ちょっと頑張ってやっていこうと思います。で、今回ハイエースいじるんですけど、今回つけるのこれです。重い。これハイエースのリアのスタビライザーになります。ちょっとまだ開けてもないんですけど、ハイエースってノーマルの状態だと結構ハンドル取られる、特に高速域、高速道路乗ってたりとか70、80出てる状態で横風が強い時だと、もうハンドルこんな感じで直進状態なのにこんな感じで切りながら進んでたりすること結構あると思うんですけど、スタビライザーの装着によってこれがかなり改善されるっていうことで、クストさんのリアスタビライザーですね。ちょっと開けていきます。なかなかごついのが出てきましたけど、これは左右をつなぐやつで、リンクブラケットって書かれてます。で、これが肝心のスタビですね。なかなかの重量感があります。2つで何キロぐらいあるかな、10キロはないぐらいな重量感ですけど、純正のスタビと比べても太さはそんなに変わんないような感じですね。ちょっとこれで装着して安定感出れば、結構怖いなって思う時があったんで、乗ってる時に安定感が出ればいいなと思うんですけど、じゃあちょっとつけていきたいと思います。つけた後自分の言葉でですけどレビューもしていきたいと思います。はい、馬かけてちょっと今車開けてます。で、このブッシュ取り付けブラケットっていうのかな、今回のこの取り付ける部品の中でこいつが一番ごついですけど、これを取り付けていきます。外れました。いつ以来かな、あ、タイヤに挟まってる。多分ここのプレート挟んだ時以来かな、これ外すの。じゃあこれつけていきます。おそらく真ん中にジャッキある状態でもつけれるとは思うんですけど、デフが乗っちゃってるんでジャッキ抜けないんですけどね。まあ大丈夫か。こうだからこうか、こうつく。早送りで簡単にやってるようですけど結構苦労してつけてます。新しくつける部品とリーフブラケットを支えながら U ボルトをつけるのがかなりしんどかったです。よし、右側こんな感じ。ちょっと左側まだつけてないんですけど、今からもうババッとつけていきます。いやー、ほんと撮りながら喋る余裕がない。で、つき終わりました。つき終わりましたってあっさり言ってますけど、これつけ終わるまでに1時間ちょっとかかってます。もう一人でやるのがマジでしんどいです。リフトとかあれば相当楽にできると思うんですけど、やっぱ地面に寝転がってこの新しくつけたこのこいつを持ち上げながら下の皿止めるっていうのがもうめちゃくちゃ体力使って、休憩しながらやってたら1時間経ってましたね。まあこいつ取り付けるのが一番しんどいはずなんで、残りはこのブラケットつけて、スタビ本体、あとまあこの辺の付属パーツをいろいろつけるだけなんで、ちょっとやっていきます。いやー疲れた。このリーフエンドの一番後ろ側にこのスタビのエンドがつく部品を、ここですね、リーフのここにこんな感じでつけます。なのでこいつリーフを止めてるこのボルト2本、緩めないといけないんで落ちるんですよね、リーフが。なのでジャッキで持ち上げろと説明書に書いてあります。なのでちょっと持ち上げてつけていこうと思います。これに比べれば楽なはず。まあ見てもらったら分かる通り、ジャッキでリーフを持ち上げていけば楽勝の作業です。
らかじめスペアタイヤは取っといた方がいいと思います。はあ、忘れた。ボルトも錆がやっぱ回ってますね。3年ちょいですけどね、この車買って。ちょっと錆落として、でブラケットつけていきます。このスタビ作業時間 1.5 時間って書かれてるんですけどね、初見で1時間半でこうやって庭とかでやるのは1時間半じゃ絶対無理な気がするんですけど、2回目ならいけるかな。アホだった、取り付け忘れてた、やり直し。この後の作業とか撮影のこと考えながらやってるとよく忘れるんですよね。はい、これも左右ともつきました。じゃあいよいよスタビライザー本体を取り付けていこうと思います。でこの本体を取り付けるんですけど、なんか注意点で、このスタビ左右で形違うらしいんですよね。ここの長さが左右で違うんですよ。こっちの右につく方が長い、ここが短くて、で根元はこっちが長くてこっちが短い。でまああとこうやって図で書かれてるんですけどね。なのでまあこの取説をしっかり読んで取り付ければ問題ないと思うんですけど。よし、じゃあ一気につけていきます。ちなみにスタビライザーの太さ、ここに書いてました、28ですね、28倍。まあ、強いのか弱いのかちょっとよく分かんないですけど、ちょっともう一気につけていきます。もうかなり疲れたんで、正直スタビ本体つけるのは本当に楽です。ブッシュとリンクをつけるだけ。本当このリアスタビつける作業は前半に山場が偏りすぎだと思います。全部の作業完了しました。何時間かかったかな、ぶっちゃけ軽く3時間オーバーですね。まあ途中休憩とかしながらなんで、まああれですけど、気になる、まあ、とりあえずまだ乗ってないですけど、一点気になるのがこのデフの下、最低地上高が5センチちょっと低くなりましたね。でタイヤとタイヤの間でこう障害物なんか避けるときにこれ当たんないといいな。まあまあこの高さ当たるってよっぽどですけどね。まあ、自分は道楽山とか行くんで、ちょっとこう舗装されてないとかとこう走ることがあるんで、まあ、多分これは飛び石とかで結構傷がどんどん入っていくだろうなとは思います。あとはまあ一番改善したかった60、70出して風が強い横風の日とか安定性がどうなるかですね。ちょっと今から片付けてレビューしてみたいと思います。はい、いつもの場所に来ました。新しい部品つけた時は必ずここからスタートするんですけどね、ここまで移動する間は正直差はあんまり分かんなかったです。では行ってみたいと思います。まあスピード出さないといまいち分かんないっていう話なんで、まあスピード出すって言っても一般道なんで制限速度しか出せないんですけど、今だいたい60キロで走ってますけど、ですね、高速安定性、そのハンドルの取られとか風に流されるのが減るっていう効果を狙ってつけたんですけど、確かにハンドルの細かい取られがなくなってます。これなんかこうビタッと安定して走ってる。まあ、60キロ以上出てないとやっぱり分かんないかな。ハンドルがこう細かいギャップだけ取られたりっていうのがなくなってます。いい意味でハンドルがずっしり安定してるっていうか、なんとなくハンドルが重くなったような感覚もあるんですけど、全然その
嫌な印象がないですね、その重くなったっていうことに対して。やっぱり片側だけタイヤがギャップを踏んだ時に来る衝撃が減ってますね。両輪とも同じ衝撃、この両輪とも同じギャップを踏んだ時は今までとそんな変わってる感じがしないんですけど、片輪だけでギャップを踏んだ時に軽くなんかこういなしているような感じです。うお、今みたいなギャップは正直変わりがないなって感じなんですけど、片側だけ踏んだ時にやっぱり今までこう結構バタバタっとしてたのが落ち着いて走れてる。で、割と大きいギャップがない平坦な道でもそこそこのスピードで走ってると、あの安定感がはっきり分かります。なかなか差が分かっていいですね、これ。なんだろう、ギャップが伝わってくると思うんですけど、あのギャップ越えた時にフロントの方がこうはっきりなんかこうバタバタしてる感じが伝わってくるというか、リアがすごいなんか動き良くなったおかげで逆になんかフロントの悪さが目立つようになった気がしますね、これ。まあ、それだけリアが良くなったっていうことだと思うんですけど、いや当初の目的だった安定感はすごく良くなってます。多分まあこれ下道ですけど高速とか乗ったら適面に分かるんじゃないかな。もうハンドリングが明らかに安定してるというか、気を使わなくなりました。細かい補正っていうか修正をこういっぱいしてたのが全然なくなった感じ。やっぱりリアスタビってまあ今じゃ普通にどんな車でもまあ結構ついてるようなもんですけど、差が分かるもんですね、やっぱ。いやいや、つけてよかったですこれ。スピード遅くてもハンドルの打角がこう結構ある小さいコーナーとか曲がるときとかに明らかに前に出てる感じがします。デフで吸収されてた分がスタビによって前に行くようになったのかなっていう気がするんですけど、やっぱりギャップ、リアがギャップを超えたときに伝わってくる感覚は少なくなってますね。片側だけギャップを踏んだ時の感じはものすごく良くなってます。はい、今ですね高速道路乗ってます。まあ、今トンネルの中走ってますけど、ある程度の区間乗ってきたんですけど、やっぱりハンドルのこの安定感が段違いに良くなってますね。全然ハンドルが振られてる感がないっていうか、こうやって前トラックとか走ってて横通過した時とかこう、まあ、ちょっとハンドルを振りますけど、こんな感じで振られると思うんですけど、それが本当に減ってます。で当然横風もすごい影響を受けにくくなってる。低速域でも差は出るには出るんですけど、高速域はもう段違いに差が分かりますね。もう本当になんかこうハンドルの安定感が全然違うんですよ。いやー、なかなか満足感はすごい高いものだと思いますね、このリアスタビライザー。いやー、やっぱりトラックの横通過した時とかの風の影響の受け方はマジで段違いに良くなってますね。まあ、最近は家庭の事情もあってなかなかバイクの遠征とかも行けてないんですけど、5、600キロ先まで行ったりとかはあったんで、これで長距離運転かなり楽になりそうです。はい、いろいろレビュー、
ろんなとこ走ってちょっと帰ってきました。で狙いとして一番良くしたかった高速安定性バッチリ良くなってました。ハンドリングもちょっと重くなって安定感が増したというか、自分はそれに対してなかなかいい感触を得ました。いや本当につけて良かったなと思ってます。まあ、今回荷物を全く積まない状態で走ってこれだったんで、荷物バイクとか積んでたらさらに安定感増してるんじゃないかなと思います。で今回はクスコのリアスタビライザー装着しました。まあ、3万8000円ぐらいかな、つける価値十分あると思いました。参考になればと思います。ご視聴ありがとうございました。はい、今回の動画以上になります。なかなか投稿ペースが上がらない中で今回ハイエースのスタビライザー装着したんですけど、ちゃんと効果分かって本当つけてよかったと思ってます。内装とかもいろいろやりたいんですけど、どうしてもちょっとファミリーカーっていう側面もあるんで手をつけれないでいるんですよね。まあおいおい長く乗るんでやっていこうと思ってます。あと近々道楽山でバイクの大会をやるんで、その準備でちょっと追われてるっていうのもありますね。まあ次上げる動画が多分そのバイクの大会の動画になるかなって感じですね。まあなかなかちょっと投稿ペース上がらないんですけど、これからも道楽工房よろしくお願いします。